キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、プロ野球 FA 問題。はい、はい、FA 問題なんかあるんですか。はい、これはもう完全にあれですね、 NBO 案件ですね。ああ、日本、はい、ベースボール、うん、おせっかい、あ、はい、おせっかいしていこうっていうところで、うん、はい、まあ、今回はね、まあ、あのオールスター休みに選手会総会行われるんだよ、うん、必ずね、うん、その総会の中で、まあ、FA 権取得の短縮を要請と、はい、ね、言ったところで、選手会側はプロ野球はドラフト制度があるため入団する球団が自分の意思ではないところに決まると、うん、さらに選手側からにより、選手側はより待遇のいい球団に移籍したくても制度上の制限が厳しすぎると、うん、フリーエージェント権の取得期間について一律6年、高校大学社会人から入団や、国内外 FA 問わずの短縮を求めたと、はい、ね、しかし経営側は選手会の要求を拒否と、うん、特に海外 FA については現行の9年から大幅な短縮は主力選手のさらなるメジャーリーグ移籍を加速することから断固応じない構えで、うん、国内 FA 戦に限っては現行はね、大学社会人出身は7年、高校出身は8年からの1年短縮をしようかと、うん、だから大学社会人は6年、はい、高校出身は7年と、うん、しかし1シーズン145日以上の1軍登録期間を、うん、だから145日1軍で登録されたら、はい、それは1年と換算されるわけ、はい、ね、それを1軍登録期間を170日以上に増やすことの条件で、うん、認める考えをしましたと、しかし両者の主張が平行線をたどる中で、選手会側は移籍を禁止する保留者名簿自体に問題があると指摘して、保留制度とプロ野球独自の制度で統一契約書を交わすと球団側が保留権を持ち続けて、選手は自分の意思で移籍できない、野球協約で規定されている、まあ、それも改善してほしいというね、うん、で公正取引委員会に訴える決議を採択しているというところですけども、はい、うん、どうですか FA、 FA は短くした方がいいですか。え、その保留者名簿って何ですか。その保留者名簿っていうのは、もし俺がロッテに入団したら、はい、もうロッテにもう保留者名簿として、うん、ロッテの中に、ね、その自分が存在すると、はい、で自分の意思で抜けることは許されないんだよ、うん、だからいわば自由契約、ロッテが俺を自由契約にしない限り、うん、俺選手個人は FA 権を取らない限り移籍先を自分で選べないってこと、出ることはできないってことですよね。そう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 、うんうん、その制限が厳しすぎると、はい、その保留者名簿の、うん、っていうところを多分その独占禁止法に当たるんちゃうかっていうところで、うん、これまあ、訴える準備をしてるけども、自分からあのもうロッテ辞めますは言えないんですか。言えるよ、任意引退。任意引退すると、はい、他のもうチームと契約できないから。メジャーでもできない。できない。ああ、そういう決まりがあるのか。だってそうするともうFA とかいらないじゃん。そうですね、みんな自由にもうやめます、メジャー行きますになっちゃうんですもんね。なるほど、うん、だから、はい、まずは FA 短縮どうですか、うん、今現行の社会人、はい、7年、高校8年、うん、でメジャーは9年、うん、長いですか。これぐらいですかね。いや、なんか感覚的には私はこれぐらいでいいのかなっていう、ファンとして見てる分にはいいかなと思います。なんかこれ以上短くなって、短くするにすると、まあ、何が起こるかっていうと、多分 FA 取る人が今よりは増えるじゃないですか、うんうん、ってことはもっと選手の移籍って多分、うん、一流選手、うん、名選手が動くことになると思うんですけど、うん、なんかそれってなんだろう、面白いのかなと思ったら、私はなんか今ぐらいが本当にちょうどいいなっていうふうには思いますね、うん、まあ、俺の考えね、はい、ぶっちゃけ、うん、FA 取ってるやついっぱいいんのよ。まあ、そうですね。でも、うん、日本っていうのは、うん、FA 権を行使するものなのよ、うんうん、メジャーは FA になるものなのよ、うん、あ、そっか。だからアメリカはもう FA になった時点でフリーボールになるのよ、うん、いわば、うん、はい、もう自由契約と一緒のような形になるわけよ、うんうん、でも日本っていうのは、はい、FA 権行使しますって言わないとフリーボールにならないわけじゃん、はい、ってなった時に、うん、今でも FA 選手はめちゃくちゃいいんだよ。確かにそう思ったらそうですね、動く人があんまりいないだけであって、うん、そうそう、結局動けないだけであって、だ本当に動けるのって年俸がもっと釣り上がるような、そう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 、一流選手だけですもんね、うん、だけなの。そうか、はい、結局、うん、FA 選手はいっぱいいるのよ、はい、でも、うん、FA を使わないだけなんだよ、うんうん、ぶっちゃけ、はい、1年短くしてもそんな変わらへんと思うでっていう俺は。あ、確かに今私喋ってたのこう動いた人の感覚だけで見てましたね、うん、確かに今年 FA 取る人っていつもリストで見ると、うん、結構いますもんね。いいのよ、多分 90% 以上が FA 権行使しないのよ、
で、その中で 90% 行使しない中で、うん、行使したら移籍できると思うけど、はい、しない人が多分 10% ぐらいで、はい、多分 70-80% は FA、うん、そもそもできませんよねっていう人たちだ、はい、持ってでも FA したところで行き先見つからないんじゃないみたいなってことですね、うん、だから結局、うん、一部の人間だけが、うん、多分その1年を早くして得するだけなんだよ、うん、はい、これがメジャーに行きたい人だったら、うん、国内 FA しないじゃん、はい、そもそもだから結局9年待たなきゃいけないよ、うん、そうですね、だからそんなに1年ぐらいだったら影響ないんじゃないのかなって俺は思ってんだけど、うん、はい、でも球団側からすれば、うん、その FA する1割の人間がされると困る球団もいるわけじゃん、まあ、早く出てっちゃうってことですね。今で言うと西武とかね、うん、だから、うん、その代わり170日を、うん、あの一軍登録日数にしてくれと、うん、145日だと、はい、賞味4ヶ月、うん、5ヶ月ないのね。あー、そっか、そっか、試合は143試合だとしても、うん、月曜日とかも入ってくる、入ってくるから5ヶ月ないのよ。だから、うん、4、5、6、7、8、はい、要は8、開幕から8月までいたら1年計算なの、うん、はい、おー、なるほど、正直、うん、はい、だから1ヶ月半は一軍にいなくてもいいんだよ、うん、はい、9月丸々と3月の後半2週ぐらいと、うんうん、ちょっと離脱してでも大丈夫なんだ、そう、10月の2週までだから、これはこの登録日数の計算は開幕日から最終戦までなんだ、うん、はい、だから雨で伸びたりしたらより伸びるわけよね、うんうんうん、だから1ヶ月半いなくてもいいわけ、うん、これが170日に、うん、なった場合、はい、ほぼいなきゃいけないんだ、うん、そうですね、ほぼ開幕から1年間いないと、うんうん、だって5ヶ月じゃ足りないから、そうです、ね、6ヶ月弱になるから、うん、4、5、6、7、8、9で弱だから、うん、ほぼだから1ヶ月弱いなくてもいいかなみたいな、でも早々に試合が10月頭ぐらいで終わるとこだったら、うん、はい、うん、ほぼもうずっといないと無理ですね、うん、2週間ぐらいはいなくてもいいかなって感じだけど、うん、もうずっと一軍いないと1日計算されないわけ、はい、だからそこが嫌って言ってるんだよね、はい、選手会はね。それってその1年が170日換算だとするじゃないですか、うん、でこの1年目は140日いました、うん、2年目にその2年目の分がこのまた最初の30日から入るってことですよね。だから大げさに言うともうトータルだから、だからもしじゃあ170日計算だとするならば、はい、あのトータルの何千日っていうと170日かける高卒だったら8なんだ、はい、で1360日一軍にいれば FA 取れるってこと。なるほど、そういうことですね、うん、そう、うん、全部でね、はい、でもその代わり170日を超えちゃっても170日ですよってことだから。あー、なるほど。1年で今でも145日、はい、160日いても145日ですよって、はい、1年のマックス制限は145ですよって、うん、なるほど。だから180日1年でいても180日にはならない、うん、はい、大学でいうと145単位までしか取れませんよ、うん、みたいなことですね。そう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 、うんうん、それ以上取ったところで別にそれは換算されませんよっていうね、うんうんうん、ところだから今で言うと170日になったら1360日一軍でいなきゃいけない、はい、うん、で今だと145の145×8 高卒だとね、うん、1160、お、約200ぐらいはいなくていいわけよ、うんうん、ただ常に一軍にいるようなもう選手の場合は早くカウントを貯めたいわけですよね、その170、うん、でも貯めても多分1年いても多分180ぐらいだから、うん、185とかぐらいだから、はい、1年いてもね、うん、だからまあずっといてもう高卒だと8年かかるってことだよ、はい、ああそうか、そんな変わんない、うん、言ってること変わんない感じですか。でも、うん、1ヶ月休めるってでかいからね、1ヶ月休めても1年で換算されるってでかいから、そっかそっか、そうですね、170日になっちゃうと。でこれはなんで選手が拒否するかっていうと、はい、メジャーに行くのが遅くなるんだよ。だって今まで145日で1年でしてくれてたのに、はい、170日いるってことは9年間170日をクリアしなきゃいけないから、うん、170×9 になるから、はい、1530日1軍で居続けなきゃいけない。あ、海外の9は変わらないとすると変わらないから、あ、めちゃくちゃ増えますね、うん、だから多分この170日を、うん、これ罠、これはね球団側の罠なんだよ。あ、なるほど、
海外までは遠くなりますよっていう、そうそう、メジャーには遠くなりますよ、はい、国内まで早くなりますよ、うん、どうしますっていう、うわなるほどそういうことか、そうだからこれは、うん、まあ、170日菅さんは確かに、うん、だから結局しかもこれももう一つ罠があって、うんうん、1年短くなっても、はい、この170日にしちゃうと、うん、FA 取るのに1年長くなるのよ、はい、マックずっとマックスでいない限り、はい、でまあ今はね怪我してもアメリカでいう IL みたいな感じで、うん、その怪我してマッシュ、あの2軍に行った場合は、はい、それを翌年 FA 換算してくれるから、うん、いたとしてね、はい、怪我の部分の抹消はね、はい、だからそこの猶予措置もあるわけよ、うんうん、でも170日になっちゃうと、うん、特にピッチャーとかね、今はかなり考慮されてるよ、その、はい、投げ抹消も、うん、その登録日に入れるっていう考慮もね、はい、されてるところはあるけども、うんうん、こうなってくると多分余分に1年かかったりするんだよ、はい、その25日増えることによって、はい、でそしたら結局一緒じゃんなんだよ、そうですね、FA は短くなったけど、うん、FA 取るのが1年多くかかっちゃう、うん、結果一緒じゃんなるんだよってこともあるのか、うん、でもメジャーに行くのが遅くなるから、はい、これは罠なんだよ、なるほどうまいこと考えますね、そうそうそう、うん、でもこういうのを説明してくれる人がいないから、うんうん、選手会ごねてんちゃうかとか、はい、何自分たちの意見ばっかり言って、うんうん、球団の意見飲まへんのやとかっていうのあるけども、はい、うん、俺はこれは罠やと思ってる、ちょっと海外に行かすのを遅らせるためのそうそうそう、うん、で結局170日にして、うん、結果 FA 取んの1年伸びんじゃん、はい、FA 短くだから、まあ、もちろんそれで恩恵を受ける人いるよ、うんうん、マックス怪我なく常に1軍にずっと、うん、じゃあ大学社会人で6年間いた人は6年取れるから、うんうん、全員が全員マイナスになるわけじゃない、うん、早く取れる人もいる、早く取れる人も怪我もなく6年でいけば6年で恩恵受けれるわけだから、はい、うん、FA 取れる人もいるけども、うん、その上がったり下がったり上がったり下がったりなんか中途半端な感じの人たちは、うん、結局 FA 取るのが遅くなる可能性ある、はい、うん、だからその一部の人間だけが幸せになって、うん、ここのなんか中間層がちょっと不幸になって、はい、結局メジャー行くのが9年で行けなくなりますよっていうそうですね、うん、っていう何気に甘い罠なのよ、はー、よく球団側もよく考えてるよね、考えましたね、うまい罠考えてるけども、うん、いい人は良くなるけど、いい方良くした分ちょっと反動もあるのよ、良ければあるよっていう、ね、うん、あるなんかうまいよね、うん、餌も与えながら、うん、でもこれが交渉だから、はい、そうですね、だから選手会側もうま、ん、みも与えながら、球団側にうまみも与えながら、うん、自分たちのメリットも、うん、確保しなきゃいけないけども、うん、自分たちの旨味だけを取ってて、うん、相手にお土産がなかったらそれは通らないじゃん、うん、いやそりゃそうですよ、うん、これは折り合う折り合わない別として、うん、だからやっぱりこう考えるとやっぱ12球団側が一枚上手やなって思うね、うん、いや確かにそうですね、うん、これで本当に一部の人間めっちゃ幸せになるから、うんうん、早く FA になってっていうね、はい、ずっと元気にやってる選手たちは、はい、でもこっちのマイナスになる人も幅が広いから、うん、はい、いうね、うまいよね、うん、でも選手会側は球団対する餌がないね、うんうん、結局は自分たちが良くなる方法しか提示してないしてないから、やっぱその、うん、だから全反発されるのよ、うん、無理ちって、うん、どうしようかなってならへんや、はい、いやそりゃそうですよね、うん、球団側も選手にだけいい条件だけ与えてたら、うん、球団として運営が苦しくなってくるわけですから、お互いウィンウィンじゃないと、うんうん、交渉ってできないですよね、うん、できんね、うん、だからそうやって言ってると、うん、現行変わんないから、はい、やっぱり何かを得るためには何か捨てないといけないから、うん、そこのバランスをね、確かにどう考えるかっていうのもあるから、うん、まあここはもう巧みなね、球団側との甘い飴とムチがね、うん、はい、おい、よく考えてるねって俺から思うね、いや説明受けてああなるほどって思いました。だからその選手会側も俺はもっと説明した方がいいと思うね、こういうの、はい、うん、こういう罠が潜んでいる可能性があるんで、はい、今回はそれをこっち側は納得することできませんでしたって言ったら、うん、理解してくれる人もいるはずじゃん、はい、でも何でも折り合いつけませんでしたって言うと、うん、いや自分たちの意見ばっかり言ってんじゃねえよってなったら、はい、うん、悪いもの勝ちになるじゃんね、うん、だからそういうところももっとそのなぜそうしたのかを、だから下手くそだよね、そのアピールっていうか、うん、広報活動が説明してないのか、だって初めて聞いたよ、うん、聞きました、だから自分たちでしなきゃいけないうん、うん、そういう選手会は、うん、だからしませんでしたと、はい、こういうことにメリットあるけどもこういうデメリットの方が大きいんでっていう、うん、なんで俺が説明しなきゃいけないって話だけど、うん、まあそれが俺の仕事だ、はい、会社だとしてね、うん、あの YouTube の、材料ももらってありがとうっていう話だよね、はい、でできないんだよ、うん、でもう一つ の, その独占禁止法の法律の訴え、はい、
その保留者名簿について、うん、でこれがまたちょっと難しいんだけども、はい、あのこれネットで調べたらすぐ出てくるんだけど、うん、法制委員会がスポーツ事業分野における移籍制限ルールに関する独占禁止法上の考え方についてって令和元年6月17日付で公表されてるんだよ、はい、文書もこれあのネットで調べたら見れるんで、うんはい、あの詳しく読みたい人はそれ見てください、はいね、であのそれをこと細かく言うと分かんないんだよ、うんうん、だそれを簡単に言うと、はい、その選手の保留者名簿をつけてもう選手を独占してがんじがらみにしていることが選手会側は問題やっていうわけだよね、はいうん、でなった時に簡単に言うとね、うん、詳しいことは見てほしいんですよ、はいね、簡単に言うとまず一つと、うん、この独占禁止法上の考え方ね、うん、移籍制限ルールの、うん、まず一つが人材の移籍や転職を制限する旨を取り決めることは原則違反、うん、だから要はあの移籍とか転職を制限することを決めるのは原則違反っていうね、はい、でまた、うん、団体がそれを設ける場合も違反、うん、だから組織だね、はい、チームとしてプロ野球でいうと、うん、でただし、うん、スポーツ分野においては選手の育成によるインセンティブの向上や、うん、戦力均等を図ることで競技としての魅力を維持向上させることが目的であるため直ちに違反と判断されるものではない、はい、だから簡単に言えば、ね、その選手を育成する時間がかかるんやと、うんはい、だからそんなに簡単に移籍されても、うん、それによるインセンティブを解消しなきゃいけないでしょと組織もね、はい、あとはそのじゃあ日本だったら NPB、うん、NPB のチームごとの戦力の均衡とかね、うん、競技としての魅力を上げるためにやってるルールですよってなると、うんはい、直ちに違反と判断されるものではない、うん、そして移籍ルールは多種多様であることから一括して判断できないので、うん、個別で判断するっていう、はい、だから、うん、選手会これの中で言うとよ、はい、選手一個人に対してこれはルール違反なのかどうかは判断できるかもしれないけど、うん、全体で判断することが難しいって言ってる、はい、構成委員会は、うん、そう考えると、うん、これを訴えて通るんかなっていうこれを今選手会が変えてほしいって訴えてるってことですよねこのルールを変えてほしいじゃなくて、うん、その保留者名簿をなくしてほしいっていうその要はね、うんうんうんはい、全部球団にがんじがらめで、はい、そこにもう在籍してるもので移籍の自由もないしっていう、うん、でも保留者名簿なくしちゃったらどうなるんですかなくしちゃったらまあ、なんかいろいろ崩壊しませんか、うん、どうなんだろうね、うん、だからなくしちゃうと、うん、多分あのもう複数年10年とかそういう契約ごとの年数なんじゃないあーそっか個人との契約になってきちゃうってことかもう10年契約とか、はい、とかで、うん、っていう契約になるのかななんですかねメジャーはなんかFA になるまでそのチームにいなきゃいけないんだよねその6年かなんかそういうで、あとはなんかその25歳以下は大型契約できないとかだから大谷とかも行った時にとかっていうその制限があるわけよでその代わり FA になったら、はい、FA 全員自由契約になるから、うん、一旦ね、はい、だから要はこの保留者名簿の、うん、もうメリットとデメリットあんねん、はい、日本とアメリカのもう文化の違いもあんねんけど、うん、あのこう俺が考えるにね、はい、そのよくアメリカは練習しろって言わないとか、うん、強制されないとか、はい、自由を重んじてくれるとかって、うん、日本の人よく言うやん、はい、もう全てをいいとこ取りしようとして履き違えてる分が俺はあると思うね、うん、アメリカって全部自由やん、うんうん、であのもし働くのも僕は1日、はい、あの200ドルいりますよとかね、うん、自分が欲しい金額をアメリカ人って売るねんな、うん、でそれによってその対価をもらっていくっていうところで、はい日本人で基本決められたものに従うみたいな時給いくらのとこですよとかでそこにいますもんねこれぐらい、うん、月給これぐらいですっていうのを従うみたいな感じ、はい、だから自分から値段交渉とかしないと、しないですね、基本的に、うん、フリーランスとかなんかでお店とかしてない限りはね、はい、ってなってくるとでメジャーでもそれと一緒のようにね、うん、その代わり首切られるのも早いねああそうですね、うん、だから野球もちょっとこれ痛いんでああじゃあもうやるなやるなって言ってくれるらしい、うん、その代わり次の日クビになってる可能性あるんだって、はい、使えないと判断して、うん、強制はされないけど自分でやんないとクビになるんだ、うん、で給料も自分からこの額欲しいって言えるけど、うん、それに見合った仕事しないとクビになるね、うん、でも日本っていうのはすぐクビになんないじゃん、うん、なんないですでしかもその野球でいうと
70人の中から育てなきゃいけないから、うん、それは強制される部分もあると思うで、うん、はい、だって向こうは、ね、200、300人いるわけやから、うん、であの自由なんでって言うけど、でもじゃあすぐ首切られへんやろって話やね、うん、だからそこの会社もそうだけど、うん、守られてる部分もあるわけや、はい、結構こうね、うん、守ってもらってる部分もあるから、そうそう、だから自由も聞かへん代わりに守ってもらってる部分もあんねん、うん、どっち取りますかって話やねん。そうですね、だから結局 FA も俺は何回も言ってるけど、うん、FA 短くする代わりに全員自動 FA にしていいですよっていうのをずっと言ってるんだけど、うん、それって守られてるところから出ていくことだから、はい、あのセルフ戦力感が出るわけよ。だそれもされるとやだやだ僕はそんな無理ですっていう人もいるわけですよね。そうそうそう、うん、だから結局それはやらへんわけよ、うん、選手会は、はい、なぜならセルフ戦力感になったら困るからね、うん、でそこは守ってほしいわけやろ、はい、この保留者名簿っていうところで、はい、だからいいとこ取りしすぎやで、うん、そうですね、結局は、うん、自分たちの、はい、だから日本社会のいいところもあると、うん、ね、まあ、今は終身雇用じゃないけども、うん、正社員で雇われたら簡単にクビにならへんで、うん、ならないですね、よっぽどの事件とか、うん、自分が大きな過失を起こさない限り、うん、無能だからとか、うん、能力ないからとか、はい、仕事しないから嫌いだからで、うん、切られないわけじゃん、うん、ね、でも守られるわけじゃん、うん、でもアメリカは自分の給料を自分で言ってこうグワーって伸びていく可能性もあるけども、それに見合わなかったらすぐ切られるわけ、うん、いやどっちがいいですかっていう問題だから、はい、うん、これはね両いいとこ取りできないからね、うん、そういったところが今後の選手会はどういう風な方向で行くんだろうっていう、うん、この独占禁止法はあのこの簡単な要約のとこだけ考えると、はい、ちょっと無理なんちゃうかってちょっと思っちゃうんだよね。うん、その、うん、ね、その育成のインセンティブとか、はい、戦力均等化とかっていうところ、うん、組織で判断できないって言われてるから、うん、はい、その個人でしか、うん、ってなったら全体でって難しくない？そうですね。事例を多分一個人ずつで、うん、はい、これは独占禁止を合うとか、うん、政府かっていうのになってくるから、うん、はい、だからまあね、裁判そもそもすんのかなっていうところもあるから、うん、まあ、それはまあ見守っていかなきゃいけないところと、はい、まあ専門家の人がついてるだろうからね、うん、俺の無知な説明よりそっちの人の方があるかもしれないけど、うん、まあ、これはどうなのかなっていうところあるけども、まあ、見守っていきたいっていうところと、はい、現状の俺の推測、はい、解説です。はい、はい、いろいろありますね。いろいろこうやって話し合ってるんですね、やっぱり選手会もね。でもその自分たちの要望だけ訴えてるから、うん、俺はいつも何回も言ってるけど、うん、まあ、球団側にもお土産あげないと。そうですね、そこら辺はもうちょっと柔軟にやっていかないと、うん、あの自分たちの言い分だけでは通るものも通らなくなるから、うん、まあ、そこら辺はどこまで折り合いつけるからね、うん、そうですね、うん、まあ、でもいろんなことは今後見守っていきましょう。はい。